チョロビン、おめえとんでもねえ悪人だったんじゃねえか。お姫様に悪いことをしたわ。ビビちゃん、叫ぶなプリンス。なんだマリモ剣士、やんのか。それよりサンジ、肉おかわり。ああ、まあまあ、人生とは別れと出会いの連鎖、生きてさえいればまた会えることでしょう。私もう死んでるんですけど。ウォーターセブンでは別れと出会いの連続だったわね。あそこではロビンはいなくなるし、ウソップはメリーのことでルフィと大喧嘩しちゃうし、俺すげえ悲しかったんだ。メリー、どなたです？長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める巨大造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、査定の結果致命的な損傷を受けていることが判明。もはや修理は不可能だと告げられる。ゴーイングメリー号は苦楽を共にしてきた大切な仲間だが、航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、このウォーターセブンでゴーイングメリー号と別れることを宣言した。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。どうしても治らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもお前みてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りに、この先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろお前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィてめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。事件が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。俺と戦え。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。
モンキー・ディ・ルフィー、俺と決闘しろ。約束の時間だ。ウソップが来るぞ。お前ら船から降りてくるなよ。来た、ウソップ。おじけづかずに来たな。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。もうお前を倒す算段はつけてきた。手の内を知らねえ。今までの敵と一緒にするな、ルフィ。俺とお前は長い付き合いだ。お前の能力はよく知ってる。聞いて驚くなよ、ルフィ。
攻撃は効かねえな。作戦通りだ。ノアで気をプレスダイアンで。プレスダイアン。プレスダイアン。ゴムゴムの。バズーカ。もらったぞ。お前の衝撃。バカ野郎、お前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリーゴーはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。やったな。うしっしっし。大切な仲間だったんだ。メリーの話はまだすげえ続きがあるんだぜ。待て待て、その話はまだ後だ。あん時はウソップよりもロビンの方がスーパーやべえことになってんだからよ。スーパーやべえことですか。ロビンに市長暗殺未遂の嫌疑がかけられたのよね。んで市長んとこに行ったらよ、鳩のやつがヒョウになってよ。そんな説明でわかるか。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンはルフィたちの前から姿を消していた。ロビンどこ行ったんだろうな。おーい、ロビンチワン。どうしたチョッパ。ロビンちゃん。ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。
みんな心配してる。待ってなよ、今そっち側へ回るから。いいえ、いいのよ、そこにいて。私はもうあなたたちのところへは戻らないわ。何言い出すんだよロビンちゃん。あんなの気にすることねえよ。事件の濡れ衣なんて海賊にはよくある話だ。そうね、あなたたちには言われのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かに私。え？私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。短い付き合いだったけど、今日限りでもう二度とあなたたちと会うことはないわ。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。こんなのみんなが納得しねえよ。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。ロビン！チョッパー、お前ルフィたちと合流して今あったこと全部話してこい。一言一句漏らさずな。本当に言ったのかロビンが。そんなこと全員覚悟はあったはずだ。仮にも敵として現れたロビンを船に乗せた。それが急に怖くなって逃げ出したんじゃ閉まらねえ。落とし前つける時が来たんじゃねえのか。あの女は敵か仲間か。ことが起こるとすりゃ今夜だ。現場へは行く。ロビンを捕まえるんだ。ゴムゴムのロビンだ。スーさん、こりゃ下手に突っ込んだら大変なことになるな。俺